日本の下水道インフラは、高い技術と品質で世界トップレベルと言われている。生活や産業で発生する汚水を浄化し、雨水を速やかに排除して、水害を防ぐ役割を果たす下水道は、安全で快適な生活のため必要不可欠だ。今回は下水道マンの一致がその苦悩やハプニングを語ったスレ2本を通し、インフラを支えるお仕事のありがたさを再確認しよう。なぜこれを下水道に流してはいけないのか？下水道関連の仕事してるけどいろいろ書いていく。わいは下水道関連の仕事してるものなんやが、下水道には何でも流せるって勘違いしてる人や、ためらいなく異物を流す人もおるけんもうめちゃくちゃ困っとるんや。このスレでは下水道に流してはいけないもの、流したらどうなるか、などを書いていくで。1食用油。症状油が下水道内で冷えて固まり、配管の詰まり、水の流れが悪い、悪臭、などの症状が発生。処置ジェッターやダンパーといった高圧洗浄機を使用。水に圧力をかけてジェット噴射し、物理的に塊を破壊。備考飲食店や食品工場は、グリストラップを設置して油が下水道に流れないようにしてくれやで。はい、あかんのか。油、固めようね。揚げ油以外は流しちゃうわ。気をつけよ。固めるテンプル。グリスト洗浄サボっててすまんな。ワイ大学時代バイト先のグリストラップ半年に1回しか掃除せんかったわ。有能スレの予感。グリーストラップとは業務用の厨房への設置が義務付けられている。油脂分離素周期のことで、最低でも2から3ヶ月に一度の清掃が望ましい。天ぷら油をシンクに流すなんてもってのほかだが、油を多く含んだスープや油で汚れた食器類も油脂を回収してから洗い流すようにしよう。ニキッシュ、ウェットキッシュ、ペーパータオルなど、症状下水道の途中にあるポンプのプロペラに絡まり、ポンプが壊れる、近隣の水の流れが悪くなる。マンホールが吹き出す、などの症状が発生。処置ポンプを引き上げて異物を除去。備考トイレットペーパー以外の紙は流さないでください。流せるウェットティッシュみたいなのも普通に詰まります。これは流すやつが外人やろ。あんだけ流すなっていろんなとこに書いてんのに。さあ流せるウェットティッシュって流せるとは言ってないなんか。ぶっちゃけ流せないティッシュとかでも 100% 詰まるわけじゃないんや。でも万が一詰まったらやばいから流さんといてほしいってことやな。溶けるやつならええよな。便器拭くやつは、流せるって書いてあるけど、普通にポンプのプロペラに絡まるからできればやめてほしいやで。多分溶けるけど完全になくなるわけじゃないから積もって塊になったりするんかな。くさ、やばそう。サンパンティ、おむつ、タオルなど、症状下水道の途中にあるポンプのプロペラに絡まり、ポンプが壊れる、近隣の水の流れが悪くなる、マンホールが吹き出す、などの症状が発生。処置ポンプを引き上げて異物を除去。備考下水道に何が詰まってたかは、どの業者も写真付きで下水道課に報告しています。あなたが流したパンティは、あなたの住む町の公務員、業者さんに見られているのです。パンティ流すのはガチが、ジやな。パンティ流すってどういうことやねん。こっちが聞きたい。夜中にポンプ詰まって警報出て、わざわざポンプ引き上げてパンティ絡まってた時はほんま腹立つわ。別にパンティは全部が女が流してるわけやないやろうしな。いつも詰まってるのは女物のパンティや。男物のパンツ詰まってるの一回も見たことない。女住民はトイレにパンティ流すのやめてくれメンス。なんでパンツなんて流すんやろか。トイレに異物を流す不届き者がいるというのは周知の事実だが、パンティのランクインは多くのスレ民を驚かせ、食いつかせた。子供や高齢者が粗相をして下着を汚してしまい、恥ずかしさからトイレに流して隠蔽を図るケースは非常に多いそうだ。だが子供でも高齢者でもない女性がなぜトイレにパンティを放流するのか。裏取りをしても真実にたどり着くことはできなかった。もし理由を知っている方や経験者は、ぜひコメント欄で教えてほしい。余談だが、パンティという単語を使うのはおっさんだけで、若い子はショーツと呼ぶそうなので、パンティ派の諸君は気をつけてほしい。4化学薬品シンナー、ガソリンなど、症状未処理の薬品を垂れ流すと、悪臭、汚水、処理水の水質悪化、下水道が溶ける、下水道が燃える、などの甚大な症状が発生。処置流してる人、業者を特定して注意勧告、応じない場合は改善命令や代表者の逮捕に踏み切ることもあります。そこら辺の薬品はまだマシな部類やろうな。米の研ぎ汁とか牛乳とかはどうなん？そんなもんは簡単に微生物が分解処理できるやん。アメリカではトイレや洗面台に廃棄された覚醒剤が下水道から河川に放出され、興奮状態となったワニが多く発見されたこともある。米の研ぎ汁くらいなら問題はないが、後ろめたいものを安易にトイレに流すのはやめよう。ご節水トイレの使用。症状少ない水でおしっこやうんこを流すので、それらがうまく流れずに固まってしまいます。配管の詰まり、水の流れが悪い、悪臭、などの症状が発生。初期配管の清掃。備考流行りの節水トイレですが、
少ない水で物を流すので詰まるリスクがかなり高くなります。当然規制も罰則もありませんが、できれば使わないでほしいです。は？環境と家計に優しいエコトイレだが、下水道マンには優しくないらしい。ちなみに古いトイレによくある、洗浄レバーをひねっている間だけ水が流れるタイプのトイレの場合、洗浄レバーの小は髪を流さない男性の小便のみが対象だ。それを知らず女性が小の洗浄レバーでトイレットペーパーを流して、詰まらせるケースが多々あるので、古いトイレは要注意だ。ちなみに下水道に流した水はどこに流れ着くかというと、終末処理場っていうところやね。微生物や薬のパワーで処理して海に流すんや。油とか薬品流すとうまく処理されへんからあかんのやで。最後に、どの家や会社が変なもの流してるかはマンホール辿っていけばすぐに特定できるから、このスレ見た人や企業の社長さんは注意するんやで。注意勧告、改善命令、逮捕懲役刑、罰金刑、などの処分を受けることになるで。水道管辿れば薬品流した部屋までわかるらしいな。家まで特定できるってすごいな。流れてきたもん分析するんか？分析するまでもなく匂いでわかる。あとは近隣の業者の業種と照らし合わせたり、測量士が出てくることはあんまりないわ。異物なんかはポンプに詰まったら近くのマンホールに罠仕掛けるんや、その罠に異物かかったらさらにその近くのってやっていくと A 単位で特定できる。なるほどな。お疲れ様やで。アパートでもわかるもんなんか？わかるわかる。へ、やっぱ慣れるまでは気分悪くなったりするんか？わいはそうでもなかったけど、上司は2週間ほど昼飯食えんかったらしい。下水道って入るとどんな感じ？めっちゃ臭いのは当たり前として、いろんなものの塊とか大量のゴキブリとかで気が狂うで。なんでそんなに臭いの耐えられるんや？仕事やと割り切ってるだけやで。仕事じゃない時にマンホールに落ちたらそりゃ嫌やわ。正直クッソきつそう。清掃はクソきつい。管理は何も異常がなければ何もすることない。君らが変なもの流すからワイが残業せなあかんのや。正直少しくらいならええやろの精神でガンガン薬品流してる業者多いから一致大変そう。ほんまにこれ、食品工場付近の下水道は絶望的に油固まって地獄絵図やで。詰まり取るのは普通に1日かかる。メッキ材に使う金 94% ぐらいのコバルト？やったかな。350万位の金盗み出して、山中で抽出して捕まった奴がおったが、会社の先輩が下水に流せば今の処理はすごいから証拠なんて消えてなくなるって言うてたが、そうでもないんか？処理するところに着くまでが問題や。詰まりだって途中の配管やポンプに詰まるんやしな。どうやったらその職につけるんや。ワイはハローワークや。下水道といってもワイみたいな管理業者から施工業者、測量士、公務員まで多彩やで。薄い管なら入ったことあるけど狭かったんごねえ。手取り付きいくらなん？きつそうな仕事やが。ワイ8年目やけど20ないで。まあ地域にも会社にもよるわ。測量系とか公務員なら普通にも儲かるはず。ちょいと前に YouTube で流行ったマンホールにゴキジェット流し込むようなのはありがたいんかクソ迷惑なんかどっちか知りたい。ワイもこれ聞きたい。2006年大阪京橋駅にて、清掃員が G の住処のマンホールに殺虫剤を噴射したところ、100匹近い G が一斉に湧き出し阿鼻叫喚となった事件が発生。その騒動後ネット民が京橋 G 駆除不快なるものを開催し、マンホールの穴をガムテープで塞いだ上で殺虫剤を噴射し駆除を試みたが、隙間から大量の G が逃げ出し、京橋は再び地獄絵図となった。近年も複数の YouTuber が模倣し動画をアップしているが、無許可かつ事前準備や注意喚起が不十分なものが多く問題視されている。薬品混ざると汚水処理がうまくいかんし、ゴキジェットごときでは到底殺しきれへんほどのゴキブリ追って意味ないからやめてほしいわね。今日もたくさんのゴキブリと一緒に仕事したで。3月、やはり自己満足の域なんやな。でもこれ実際中に人おったらシャレにならんのやない？かなり不衛生はね。仕事後の手洗いお風呂は欠かさへんで。普通の人がマンホールに入ることはまあないで、マンホール開け持ってない限り。下水道に変なもの流す人は、下水道がただの管やと思ってるはずや。でも下水道の要所要所にはプロペラ付きのポンプがあったりするから、それに異物が詰まるんや。下水道なんか血管みたいなもんで一箇所詰まったら近辺全域で影響が出るんや。それを頭に入れてほしいわね。参考になったでイッチ。ちゃんと変なもん流さんよう気をつけるやで。恐ろしい世の中やで。普通に生きてて天ぷら油のせいで下水道詰まるって考えんしな。廃油回収近くでやってないとこもあるやろし。ソース元見ると天ぷら油そのまま流すんは、1995年から2009年の平均やとたったの 10.8% やったらしいで。意識の低下か教育の不足か自炊が減ったのか。わい昔自動現像機の廃液間違えて普通の下水流してたことあったわ。すまんかったなエッチ。はい、勉強になったわ。便利な時代だからこそ小学生のうちに学校で習った方がええんちゃうかね。今の今まで知らずに流してたものがあったかもしれん。見えないところで迷惑かけとったんか。
これからは謝罪しながら流すようにするわ。一致ご苦労様やで。明日からも頑張ってや。次は胃が流された時も頼むで。我々が便利な生活を送っている背景で、一致のような下水道マンたちが奮闘してくれていることを思い知らされるスレであった。続いて紹介するのは、元下水道マンの一致が現役時代にやらかしたしくじりに関するスレだ。下水処理場で働いてた俺が仕事しててヤバかったことトップ3を発表する。第3位、日曜の勤務で池に携帯を落とし池の水を全部抜くことになる。本来休みだった日勤の社員が出勤する羽目に、もちろん全員にキレられる。水没した時点で諦めろよなんで探すんだよ。その携帯使うのか？テレ東にお願いすればよかったのに。池の水ってそんな気軽に抜けるもんなのか。丸ついたちかけてやったよ。池に落ちたスマホなんてどうせ使い物にならんのになんで水抜いてまで救出したん？機械が吸い込んじゃう。で、機械が壊れる。さてはこの一致、とんでもなくポンコツだ。全スレ民が確信しつつ、2位と1位の発表をワクテ化しながら待つ。第2位、施設内に毒蛇が出現し俺が退治する羽目に、棒でなんとか外に逃がす。わろた、なんで毒あるってわかるんだ。ガラガラ言ってたから。第1位、夜勤の時にいつものように居眠り、大雨に気づかずポンプを稼働させず施設の1階を水浸しにし機械を浸水させる。このせいで首になり今は無職なり。くさ、そら首だわ。無能すぎでは。普段からやらかしてて水浸しでとどめって感じ？毒蛇もお前が連れてきたんだろ？全部迫力あってわろた。下水の数割は美少女の子なんだろ？ちょっと興奮する。俺も下水マンやってたけどさ、下水が流れてきて最初にゴミ引っ掛けるスクリーンがあるんだが、そこに美少女 JK のプリが何枚か引っ掛かってたことがあった。流したのはどの子かなとか、喧嘩でもしてトイレに捨てたのかなとか、この子の子がどれか分かればいいのになとか考えて楽しかった。女性の皆さんはプリクラもパンティーも決して流さないようにしよう。いろいろな意味で危険である。彼ら以外にも下水道マンのスレミンは意外に多いようで、その後も下水道あるあるネタで盛り上がる。水の流れが悪いとか匂いが上がってくるとかで電話来て浄化槽見に行くと大量にコンドームが浮いてたことがあったりするから、説明するときちょっと困る。そういえば下水道管に入って流れる入れる下水道博物館ってあんの知ってるか？水道管メーカー俺ちょっとためになった気分。下水処理がちぜい怖い。インフラ系公務員でクビになるやつ初めて見たわ。てかそういうミスでもなあなあ見せずに普通に処罰するんだな。予想外のアホだな。無職ビッパーの鏡。愛すべきアホな一致に呆れつつ、安全で快適な生活を支えてくれている。下水道マンたちへの感謝を再認識したスレミンであった。下水道施設が365日24時間稼働していることで、日本の公衆衛生は守られている。一致たち下水道マンと、縁の下の力持ちで、インフラを支えてくれているすべての人々に、心からの拍手と感謝を送ろう。最後までご視聴いただきありがとうございます。下水に流すなランキングにパンティが食い込んだ理由が気になり、夜しか眠れません。皆さんの考察や動画の感想をぜひコメント欄で教えてください。高評価とチャンネル登録もお願いいたします。